セルジオ・デュダは、ポルトガル・ポルト出身の元サッカー選手。元ポルトガル代表である。現役時代のポジションは、ミッドフィールダー、ディフェンダー。ビトーリア SC の下部組織で育ったが、トップチームでは公式戦1試合にも出場することなく、1999年に、スペインのカディス CF に移籍した。2001年にはプリメイラ・ディビシオンのマラガ CF に、完全移籍し、 2001から02シーズンにはリーグ戦で10位となり、2002年には UEFA カップに出場した。2002から03シーズンはセグンダディビシオンのレワンテ UD にレンタル移籍した。2005から06シーズン中には契約問題でクラブと揉め、ほとんど活躍できなかったばかりか、クラブはセグンダディビシオン降格となった。2006年夏。 同じアンダルシア州のクラブであるセビージャ FC に移籍した。同時期にはアントニオ・プエルタが死去するという出来事があった。2007から08シーズンは主にディエゴ・カペルの控えとして起用された。カペルがレギュラーの座を確好たるものとしており、 2008年8月にはマラガ c F にレンタル移籍した。2008から09シーズンはマラガ c F の攻撃の重要な要素となり UEFA カップ出場権獲得にあと一歩まで迫った。同じポルトガル人のエリセウと両サイドハーフのコンビを組むこともしばしばあった。2009年夏には クラブとの間で激しいやりとりがあったが、結局マラが CF と4年契約を結んで、完全移籍した。2009から10シーズンは、西軍ダディビシオン降格の危機にさらされたが、チーム内得点王となる活躍でプリメーラディビシオン、残留を助けた。2010年5月17日のレアルマドリード戦では、リーグ優勝の下中にいた相手から、先制点を挙げるが、試合終盤に、 シャビアロンソに肘打ちを見舞って退場し、メディアを賑わせた。2010フィファワールドカップ期間中に負傷し、手術したために2010から11シーズン序盤戦は、欠場した。2010年11月21日のデポルティーボラ、コルーニャ戦で復帰し、60分間プレーした。2011年1月29日、レアルサラゴサ戦でプリメイラディビシオン通算200試合出場を、 達成した。2017年5月、レアルマドリード戦を最後に現役を引退した。2007年にポルトガル代表デビューし、2008年8月20日、5から0で対勝したフェロー諸島との親善試合で代表初得点を挙げた。2010FIFA フフワールドカップ、ヨーロッパ予選では、左サイドバックの控えとして起用され、2010FIFA フフ、 ワールドカップ本大会メンバーにも選出された。グループリーグの北朝鮮戦では残り20分の段階で途中出場し、リエジソンの得点をアシストした。ブラジル戦には先発出場したが、0から0の引き分けに終わった。左足でのプレイスキックを得意としている。2001から02シーズンは1点を、2004から05。 シーズンは2点を2005から06シーズンは3点を2008から09シーズンは1点を2010から11シーズンは2点を直接フリーキックから決めている2005年9月25日の RCD マジョルカ戦では1試合で2本の直接フリーキックを決めた2010年5月5日のアスレティックビルバオ戦ではコーナーキックを直接決めた 2011年1月18日の FC バルセロナ戦では結果的に2010から11シーズンの最小失点の称号を手にする相手からフリーキックで得点を奪った。ありがとうございます。